に餅じゃないよ、これよもぎの味するんやろうけど、色じゃな、このグリーンは、何やら面白そう。山木の匂いはするけど。匂いがしたらええねん。綺麗な色じゃな。うん。一つ、我らが仲間に加わっていただけませんか。仲間？見ての通り、志を同じにする者がすでに数十名集まっており、金もある。楽に心得あなたが変われば、まさに千人の味方になるとしな。ああ。何と言われようと、身に覚えがないことは認めようがない。あやみくれ、この方が何と否定しようと、こっちには歴史とした証人がいるんだろう。証人。ただ、残していた紙切れには別の名前が書いてありましたが、そう、確かあの紙には松平城七郎。どうだ、その方が松平城七郎にも名をかかって押し込み強盗を働いていたのだろう。相手に励め。もう長七郎
いや、疑いが晴れれば、それでよい。はしかし、長七郎君、この者たちが取り違えるのも無理はございません。あなた様のお名を名乗った上に、お顔までが折り二つの盗賊が横行しております。ああ、そのようか。はい。なんとか、噂を食い止めようといたしましたが、人の口に戸は立てられず、困り果てておる次第でございます。何者は、何故私の名を語っているか、早急に確かめたいものだ。はい、速やかに偽物を知っとれ。あなた様は、ご潔白の証を立てる所存にござりますれば、何とな。他人の空にどころか、まさに私の偽物がこの京の町を横行しているようだ。なんと、琉球の一件にも早見長三郎の名前が出てきた。この二つの事件、どっかでつながっているようだな。カリメたちに心当たりを聞いてくれんか。一心堂が殺されたのが何よりの証拠だ。カリメさん、父上を殺した下手人もおそらくこの京にいる。はい。石堂がどんな連中と関わっていたのか、そのあたりを調べたいのだが。もう調べましたよ。ロークさん、一体いつこの京へ。ええ、旦那方が江戸を出たってからずっとお供しておりましたよ。こちらとの関わりもとっくにね。ロークさん、で、何か。ええ、殺された石堂なんですよね。落語に住む深堀出雲って